12月20日、愛媛 FC のスクールの練習にトップチームに所属する愛媛 FC 背番号10番の神谷選手が参加しました。これは地元に根付く活動をしながらファンを大切にしたいという思いから愛媛 FC が企画したイベントです。アイフィールド梅津寺で行われたこの日の練習に愛媛 FC のトップチームの選手が参加するのは数年ぶりとのことです。来季も愛媛 FC でプレーすることが決定している神谷選手がレディーススクールとベーシッククラス、そしてプロフェッショナルコースの子どもたちとサッカーのミニゲームなどをしながら触れ合いました。みんな止めるか。一番身近に選手がいるんだよっていうのを感じてもらう機会っていうのが意外とうちのチームちょっとなかったので、今回ちょっとそういった企画を復活っていうような形なんですけども、どんどんして今回は神谷選手を使わせてもらったんですけども、どん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 うちのトップチームの選手を使ってアカデミーから底上げというか愛媛 FC っていう J2 プロリーグにつながるんだよっていうのの再認識をできればなと思ってこの企画をさせてもらいました。ですね、今後はですね、やはり僕らはここだけじゃなくて新居浜だとか宇和島とかでもいろいろとスクールをやってまして、で、小学校の訪問っていうのはやっぱりありきたりでいろいろとやってたんですけども、トップチームの選手が自分のチームのスクールに行くっていうのがあんまりできてなかったので、今度は県内の各スクールとかになんとかそういった形でつなげていきたいなっていう思いはあります。ものすごく楽しかったですし、なんかこうサッカーに対しての気持ちっていうのはまた改めてこう楽しくやらないといけないかなっていうのは実感させてもらいました。もうなんかみんな元気がいいんで、勢いで頑張ってる姿を見て僕も頑張ろうと思いました。まあ、本当子どもたちっていうのは夢がいっぱいあると思いますし、まだまだこれからのっていう選手ばっかなので、本当この愛媛 FC というチームで育ってほしいですし、それができなくてもまたプロの道でここに戻ってきてもらえればいいかなと思ってます。とても素早くて動きについていけなかった。神谷選手がドリブルとかのキレがすごくて、さっきキーパーしたんですけどフリーキックとかもすごいキレがあったのですごかったです。ドリブルが、すごい速かったのと、あとなんか最初に走ってから戻るスピードが速かったのですごいと思いました。とにかく個々の能力が優れていて、まあ将来になれないというか、まあすごいプレイヤーだなと思いました。ドリブルの質もすごくて、ああいう選手になりたいなと思いました。いろんなことも聞けたし、間近で見れたので、同じような選手を目指したいです。走るスピードが速くてドリブルも上がってフェイントが上手いので真似したいと思いました。こんな貴重な体験はないので、将来 J リーガーになって神谷選手を超える選手になりたいです。参加した子どもたちは神谷選手が目の前で繰り広げる得意のドリブルやフリーキックを体感し目を輝かせていました。